へいよーケンツマッシュです。今日もね、やってください。今日はですね、あえて進化カード1枚で戦っていこうと思います。ということで、まあ、ゴレぐらいがちょうどいいんちゃうんといったところでやっていこうと思います。なんかセール来てんな。爆発的セール。800円でボールブレーカー60枚とボンバー2000枚と。まだまだ、緊急弱体来るの先になりそうですね。はい、ということでやっていきましょいーちゅうことで。進化2枚ね。ちょっとね、苦しいよね。わかるよ、みんな。ちょっとスマホでも充電しながらやろうと。ヌーブさんよろしくお願いします。さあ、ここで充電器をチュイーンと入れていきまして。まあ、ナイトから行こっか。で、ちょっと今日ブラスターじゃなくてプリンセスタワーで行きます。理由としては、コウモリとかに、しゃぶられるのが嫌だもん。だし、まあ、結局、体力の高さって正義だからね。ちょっとプリンセスタワーもたしなんでいくか。まあ、一応ヒーラーで回復してみて、ウッドまで使わせてみようかな。ほう。まあ、スキル使おっか。はい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 、なるほど。まあ、ライドラかな。矢の雨ポイズンか。まあ、こういう時にブラスターだったらね、幸せが走って気はするんだけど、これはスキルまで使ってくるのかな。使ってこなそうだね。オッケー、じゃあエリポン置いてあげて。すごいな、そのデッキ。ちょっとダメージ痛えけど、ウォールブレーカースキラか。ちょっと強そうだな、それ。なんか、いやー、ちょっと不意を打たれてしまったね。まあ、スキルは使っとくか。いやー、ウォールブレイカーが強えんだよな、単体の。これでタル気がされるとスキルがぶっ刺さんな。どうしよっかな。まあ、でもこっちポイズンだから、こうやな。で、こんなんでどう？ダメですね。まあ、エリポン置くか。いやー、これさ、スケラか。なるほど。まあ、スキル使ってみよっか。ちょっといい感じじゃない？リポン延命。これ、止まんの？痛え！まあでも一応流れはできた。こっから、ライドラ使ってゴリ押していきたい。一応まあそうだね。逆サイドが怖さはあって。こうかな。ヒーラー出しつつ。いやー、トルネがさ、ミスったのよくねえな。トルネミスったのマジでよくない。ヒーラー出して、逆サイはある程度許容するしかない。これこっちかな。全然ある、全然ある。そうだよね、そうするしかないよね。トルネで間に合え、一発入った、痛え。まあ、ライドラも出して、回復。素晴らしい。素晴らしい回復。素晴らしいぞ、その回復は。オッケー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 。ご了承ご了承ご了承。いや、結局こうなんよね。はい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 、グッドゲームですよと。グッドゲームですよという感じで、できたんですが、しかし、しかしですよ。
まあきつかったね。てか充電できてねえやんけ。ちょっと待って。にょん、オッケー。まあ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 、ちょうどいい難易度ではあったか。ああ。まあ、プリンセスタワー様々ではあったかな。やっぱ進化2枚の圧すごいな。なんで俺進化1枚でやってんだろうと思われてそうだもん。あー、タル切ってポンプ、ワンチャン。あんま初手ポンプってね、運要素強いから、やめた方がよくて。まあこんな感じかな。もじゃもじゃしてくるか。まあスキル使っといてあげて。いや、プリンセスタワーって強いよな。おー、なるほど、スパーキーか。エリポンわけねえなぁ。まあ、こうかなぁ。キング起動されるかどうかだけど、まあ、エリポン行くことで択を増やす相手の呪文打つかみたいな。呪文打ってきた。で、近畿までしてくるか。まあ、これはしゃあないね。まあ、どうせ、一発でへし折るから。これね、ゴレ行こっか。このマザネクごとき無視してあげて、どうせスパーキー相手って一発で折られるからな。手札の並び的には熱くて、5打ってマザネクだから、一旦あいつが強い。ライドラ。一旦ライドラが強いんで、こうしてあげて、トルネを打っとくか。いやー、渋いよー。渋い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 。タゲも終わってら。いやー、もったいねえか、ちょっとこれ。逆災がやれんだよな、これ、どちらかというと。なんとか守ったけど、エリポンネギネギする時間あるこれに。まあでも置いて神防衛見せるしかもうないよな、まくり方。新鋭隊来る。まあなんとか守ってて、もう一回ポンプだな。で、このリトプリは早めに死なねえと良くない。まあ、これこうだな。そうだよね。GG か。ああ、これは強い。進化、相手一枚じゃね？なんかいたっけ、なんかいたっけ、進化。くそー。さては1枚にやられた、うん、ちゃんと2枚だ。うんって感じではあったか。いやー、リトプリ難しかったな今のな。ポンプではなかったか。マジでなんでブラスター外した瞬間こんな感じでウォールブレーカーとか引く。まあでもどの道新鋭隊とかきつかったからいいんだけどさ。まあ、さっきのちょっと勝ちたかったね。でも、新鋭隊な。強えよな、やっぱな。やっぱ、新鋭隊なんか多くね？何事？いや、ガーディアン出すのちょっともったいないな、これな。これは樽で。こういう時プリンセスタワー最高なんだよな。さあ1本置いて5を送る。割とゴレ行きたさはある。ウォールブレーカーいいんだよな。これも無視でいいな。
糸っぷりだけ入れてあげて、こうかな。でトリトンいんのか。さすがにそうだよね。さすがにこうやって受けてあげて、まあまあダメアドはトントンぐらいか。ちょ、進化ウォールどうしよう、マジでキング起動する？できっかこいつ。こいつどんな感じ？オーケー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 、ならいいや。いやー、ポンプ出したいよな。ゴブリンごとき無視してあげて、ファイブ打ってくるでしょ。打ってこないのであれば熱いですよ、こっちからしたら。あー、なるほどね。もう一回ポンプいくか、これ。いや、違うな。そのガーディアンを俺は生かして戦う。ファイブからの矢の目かな。でもそれちょっと耐えるよね。オッケーオッケーオッケー。ヒーラー出してあげて、ね、結局ね、ゴリ押して正義なんよ。ファイブ打って矢の目打ってこようとしてもヒーラーがちょなへよ。はい、ジージー、あいちょがり。割と勝ってるか、割と勝ててるか、これ。さては、割と勝ててる説あるな。いいですやん、いいですやん。はい、新鋭対ウォールブレーカー、進化2枚使ってた俺に負けろーっつってね。なんか嫌なやつになっちゃうよね、進化1枚で勝っちゃうと。はい、よろしくお願いします。続いては、まあリトプリから入っていきまして、まあこれだな。これリトプリ逆しょっぺーけど、まあ基本的にライドラさえ出しとけばラバってダメージが通らないって言われてるんよな。これは樽で、うん、まあトルネかな、合ってる、キイチ合ってる、あ、合ってた。まあライドラまで出しとくか。ワンチャンヒーラーでもいいんだけど、ここはナイトでいこう。いや、プリンセスタワー強い。ヒーラーつけるかクソ悩むけど、ポンプだなこれ。バルーン、これはトルネでキュイーン。オッケー、8ヤード来た。8ヤードは嘘か、8ヤードは君の嘘。ガゴムレワンちゃん、はい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 、まあ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 、ボンバーはちゃんとね、角度さえつけしまえば。ここでもう1ポンプいくかどうか問題。いくか。ああ、ちょうど俺の新品のポンプに行かれた。リトプリ出して、まあこうなるか。が希少すぎて、進化助がトルネの弊害出た。マッツ、
頼む。痛い。ガゴムレ？あー、なるほど。ワンチャンねえかな。ワンチャンねえか。オッケー、ワンチャン。あっぷね。ちょ、進化すけ、そっか、トルネ15じゃねえと読みで打った時に半削りでワシャワシャになるのか。まあ、ガーディアン打てたらよかったかなーって感じではあったか。いやー、でも進化カード相手な、何となんだっけ、スケとスケだけか。もう忘れちて、ボンバーだ、スケボンバーね。怖くはあった。さあ、ちょっとナイトから行くか。もう親衛隊多すぎでは。いやー、これちょっとよくねえなー。一旦こうしとくか。で、スキルも使って。レージ、なるほど。ゴブリン。リトプリ。ゴブジャイとかかな。まあ、ヒーラー後ろから出しとくか、おとなしく。今の環境、エリポン、ニュっておくと怖い。ちゃんとユリトレードできてからがいい。先にこっちスキルで、まあここまでか。でもそこまで来てくれるんだったらナイトして、いや、アドは取ってる気がするんだよね。ここで、ね、タクでポンポ置くかゴレ出すかなんだけど、トリトンを相手切ってくれてるんよな。なので、形組んだ方が良さそう。おお、ここでロイまで来る。これ熱いな。これは熱い気がする。一応トリトンだけケアしといてあげて。ヒーラー行け。いやー、ライドラ神。どんだけ偉いん。2ヒーラーですりつぶししまえ。すりつぶせい。結局ね、ヒーラーが進化カードってこと誰も気づいてない。よいしょ。あー、気持ちいいんだから、このデッキ、本当に。いいっすか、進化2枚に勝っちゃって。ねえ。ラストいきましょうか。なんか、思ったより戦えてんな。まあ、デッキのこともあるかもね。ゴルデッキ、マジで進化枠、なんか2あっても、あと1枚、じゃあナイトと何入れるんすかって話になってくるもんね。ぶっちゃけ。ボンバー、うーんって感じではあるもんな。やっぱね、えらい。ヒーラーとライドラが強いんすよ、これ。よし。だし、今日立ち回りはちょっといい気はするね。ゴブ折り？珍しいの来たな。どうしよう。やることない。ボンバー。えげじゃいかな。一応スキル使っといて、うわー、めっちゃいいスキル。ボンバーまで消えてった。ブラスターだったら守れるんだけど、いや、素晴らしいか。逆再攻はこれゴレで釣る？
いやー、まあ、トルネで近畿して、これできるっけこれ。まあまあまあ、これでいいか。ワンチャンゴレでこのまま釣ってって、形組むも見えたけど、まあ、キング軌道は上げましょう。してこない。してきた。命かけてんね。じゃあ、キング軌道。まあ、俺はもうしたんか。これ入るかな。うわ、入ってるわ。やってもたー。ザッピー受け。なんかおもろいデッキだな、いて。まあ、そうなりますよね。これスキルズバッてしてあげて、かろうじての耐え。いやー、ポンプ出すか。ガニ刺す。相手はもじゃもじゃしたいだけのデッキだな。次通常死に対象。ポンプには来ない。見極めろ。こいつがやばいね。矢の雨2周、あとボンバーか。頑張れ。くそー、こうなるんだよな、こうなるんだよな。もうなんか新エデばっかおもんなくないか、このゲーム。お、スマートゲーム久しぶりだ。ロイジー三重視のやつじゃん。おい、初手これおみくじ、言っていいですか、自分。よいしょー。はい、ロイチャイホグ、パパパーン。もう、しょっぴー。あと、なんか、ババとかいなかったっけ。墓石ファルチェ。えんぐいえんぐいえんぐい。ヒールできないですか。残念ですね、これは非常に。もう終わった。泣いちゃった。さっきの負けで。進化新鋭隊、てか新鋭隊デッキさ、進化2枚やばいよな。コウモリ、新鋭隊セバとかシンプルにやってること終わってるもんな。まあ、これはスキルで。頑張るんだけど、いてぇ。どうしよう、勝ち筋がわかんねえ。もう、ポンポいちゃおう。とりあえず。神頼みポンプ。嫌な雨。まあ、だったらちょっと暑いか。まあ、この線を無視して、と見せかけた進化ないとチャージが熱そう。え？プロがいるやん、ファルチェの。すっご。初めて見た、そんな技。あまりにもじゃない、それは。痛い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 。よし、二度とやんね、進化一枚。お疲れした。